皆様どうもこんばんは、中蔵でございます。まあ動画は、晴れた状態なんですけども、今声を当ててるのはもう日が暮れた頃でございまして、そしてまた動画にこうやって声をね当てているということは、また風切り音っていうんですかね、それの影響で、また動画何言ってるか全然わかんないんだよね、またやらかしてしまいました。申し訳ございません。もう今回オープンにしましてね、運転席、助手席とこう窓をね閉めてちょっと音、録音してみたんですけどね、録画か、ダメでしたね。これはもうちょっとガチにこのマイクのこの風防っていうんですかね、マグっていうんですかね、これをもう導入しないともうこれはダメなんじゃないかなと思いまして、まあとりあえずちょっと調べてね、良さそうなのに繕って買ってみたいとは思っていますがね、ちょっとまあそれ買って次つけて、そんでちょっと録音してみようかなーなんてね思っております。この今日はですね、12月の4日日曜日ということで、明日高蔵さんは仕事が始まりますんでね、長い間ドライブは今日はできねえなーってことで、館山の方にですね、お昼ご飯を食べに、オープンドライブ楽しんできました。館山のですね、名護っていうところに、中華まさき、とてもとても美味しいエビそばが人気の中華料理屋さんがありましたね。最近食べに行ってないなーなんて、思いまして、じゃあ今日食いに行くかということでね行きました。餃子と鶏の唐揚げ、エビそばとね、これは高蔵さんのまさきに行った時の満腹セット勝手に呼んでおりますけど、いただきましたよ、しくね。そしてね、これね、今日この動画はですね、ちょっと長め、15分、16分、17分ぐらいあるんですけどもね、久しぶりの動画ということで、ちょっと雑談する内容がね、多くなりまして、そのぐらいの尺になってしまいまして、もう12月、始まったということで、早いですね、もうね。もう1年終わりますよ。あっという間でしたね、ほんと。また12月くれぐらいに、今年1年ね振り返る中動画、またね恒例で作ろうかと思っておりますね。あとは来年に向けてのこのオープニング、エンディングはちょっとあの絵気に入ってるんで、あのままにしようかと思ってるんですけど、オープニングのね、あの絵の映像でも撮りに行こうかっていうのもあるし、あとぼちぼち高蔵チャンネルの紹介動画のあのやつ、あれもちょっとバージョンアップさせようかなって思ってるんですけど、なかなか重い腰が上がらずにそのままアルトワークスになってますけどもね、今度カプチーノバージョンも作らなきゃいかんですね。来年はまんまちょっとやることあるな。はてはて、ではですね、ほんとくだらない雑談始めたいと思いますけど、今も結構雑談のようなものなんですが、ちょっとね、雑談始めたいと思います。1個目の雑談、この動画で、話してた1個目の雑談の内容なんですけど、先月11月だったかな。ふと、市原のですね、田舎道を走っておりましたらですね、
こう何やらの遠くの方でおじいちゃんがですね飛び跳ねてなんか合図してるわけです。そうすると高蔵さんなんかちょっと気になって、ね、まあちょっと止まるわけですよね。まあ、止まる前にまあまずはスローダウンしますね。おじいさんだんだんちょっとこう近づいてくるわけですよ。そうするとですね目が合いましてね、いや目が合った瞬間ですねおじいちゃんがねおいでおいでとやるわけでございますよ。もう何かななんて思ってね止まったんですね。まあそうしましたらね、あの信号、この先の信号2つあるんだけども、あこの2つ先の信号のとこまで抜けててくんねえかと、ああそうおっしゃったもんでね、あヒッチハイクだと思って、山本さんこの人生初のヒッチハイク、まあ、初じゃないんですけどね、これ2回目なんですけどね、実はそういえば思い出したんです。ヒッチハイク北海道に行った頃に1回ありました、ね、あまあまあそれはまた別の時に話そうか今回の動画はその市原のヒッチハイク事件、おじいちゃんのヒッチハイク事件なんですけどねまあまあまあそうなんですよ。信号2個先までおじいちゃんの回してね、手を下ろしてあげて、いやどうも助かったなんてすごい喜んでましたけどね。おじいちゃんがまたそのいい笑顔でね、この車すごい車高低いねとかねこれなんだこれ車高いじってんのかとかねこれなんで新車かなんですよね。いやいや全然違うですよって二十数年前なんでおーそうかーなんつって驚いてましたけどもね。でもいい車だとおっしゃっていただいてちょっと嬉しかったですけどもね。でこう会話してますので、何やらこの 胸のポケットまさに、ね、なんかごぞごぞやって、あこれじゃあお兄ちゃんにくれたタバコ1本あげようかな、おー一体矢先ですね。いやおじいちゃんタバコないことに気づいたんですね。あらーつって、あタバコ切らしてたわーなんて、あでその申し訳ないんだけどもお兄ちゃんタバコ1本持ってないかって言われまして、タバコもね1本ねかつあげされてしまいましたあメンソール一応あの私ねメンソール吸ってるんで、あのメンソールでも大丈夫ですか吸えますかって聞いたら、もう煙だったら何でもいいってことだったんでまあ1本ね差し上げました。まあこれもね何かのねあの縁だろうということでね、はい、まあでもね嬉しいやら、あ困惑するやら、楽しいやらなんかね複雑な気持ちになった事件でございましたね、まあ、というのが一つね、動画でお話しした雑談の内容なんですけど、ね、あとはこの動画の2個目の雑談に移りますけどね、まあ、この動画のね、前日土曜日ですか、また仙人画廊っていうね、茨城の方のね、神栖でしたっけね、有名な映え写真が撮れるね、あそこでまた寄り合いがありましてね。まあ、アルトワークスがメインなんですけども、お声掛けいただいてね、また、ちょっと顔出してきました。今回は、5人、6人いらっしゃったのかな、うん、埼玉から来た方と、茨城とか、あとは、まあ、千葉組ですか。来たところで、ゆるーく楽しくね、今回、開催、されましたね。まあ、一回、お会いした方も、いましてね、お久しぶりです、なんつって、最初はちょっと気づかなかったんですけどね、そういう会話の中でね、一回お会いしたことあるんですよ、ね、うん、あ、そうでしたか、ね、すいませんねあ、そっかそっか、まあ、言われて思い出しましたけどね、うん、
まあ、そういう方もいらっしゃってね、まあ、なかなか楽しかったでございます。一日ね、やっぱ高田さん仙人ヶ呂行ったのはこれで2回目になるんですけどね、あそこはこうまあまあいいとこですね。なんかこの景色が好きですね。あそこのね、直線にこうパーッと伸びてて、あ、横には風力発電の風車がね、何台もこう並んで、なんかちょっとこう北海道にも似たような雰囲気が あったようななかったような、なんかそんなね、感じのねところで、ちょっとねいると落ち着くんですよね、あのね、なんかほんとね、ぼーっとこう風車眺めてぼーっとしてたいなって思いますよ。なんかちょっと心が病んだ時に見てまあ行こうかななんてね思っておりますけどもね。まあそうこうしているうちに動画の方はもうあと5分ぐらいで終わりになるのかな。で、大体この辺走ってる時に3つ目の雑談にも入ってるかな。まあ3つ目はですね、カプチーノさんのことなんですけど、まあ、さっき、なんだ、スカッフプレとか、純正の、あれをですね、ヤフオクで買いまして、まあ、それをね、内装が家、黄色と黒でね、なってる仕事で、純正のスカッフプレートは、なんかなんつうか、まあ、銀色っていうかね、メッキっぽい感じの色なんですけど、まあ、それを黄色くね、塗装しまして、ね、まあ、取り付けました。今回はですね、盛大に塗装の方は失敗いたしまして、ね、まあ、遠くから見てね、塩を塗ってしまいましたね。まあ、Twitter の方には画像を上げたかな、確か。見られた方もいるかもしれない。まあ、失敗しましてね、最後の一塗り、もう一塗りしとこうか、えいやーなんてやったら、盛大に垂れて、出来だまりもできてしまいましてね。それまでは慎重に塗り重ねてって、熟成させてたんですけど、最後の爪が甘かったです。まあ、修正しようかとも思ったんですけどもね、もう、まあ、もういいやと思ってね、どうせ足元だから、まあ、塗装も多分すれて剥げてくるだろう仕事って。もう失敗したまま取り付けましたけどもね、まあまあでも、まあ塗装は失敗しましたけどもね、まあ、これはこれで DIY 感が出てていいんじゃないかなと。もう高蔵クオリティでね、こんなものでいいんじゃないかななんてね思いましてね、まあそのまま今ついております。まあまあやっぱね、自分でこう手入れただけのことがあって、ね、ちょっと愛着がねあるパーツで、まあまあいいですね。久しぶりにちょっとね、作業しまして、で、ね、まあちょっと楽しかったでございます。あ、そろそろ終わるかな、これ。そろそろ動画の方終わりになるかもしれないですね。まあ、いろいろね、カプチさん、購入してからちょいちょいリフレッシュしてきたんですけど、またね、最近ちょっと不具合の方が出てきてしまいましてね、スピードメーターがぶっ壊れかけてます。なんもね、回転数高めで走ってます。10キロしか表示しないと刺さない。これでもちょっとこの症状が出るときと出ないときがありまして、多分これ今走ってるときはもう普通に速度すぐ表示されてるんで走ってるんですけど、この日の午前中いっぱいは全然ダメでしたね。10キロのままですね。ちょっと動いても30キロ。まあ、どこが悪いんだか。スピードの車速センサーなのか。スピードメーター自体の、何でしたっけ、よくこういう車、コンデンサーでしたっけ、なんかあれの妖怪で、スピードの表示がおかしくなるっていう症状も、出るやら出ないやら。まあ、ちょっと主治医のカードナビアさんの方にメモってて、近いうちって言っても来年になっちゃうかな。
とりあえず今その症状が出る前に外付けのスピードメーターですか、うん、あれは取り付けてるんですよね。 Amazon で買って安いもうやつなんですけどもね、なんぼ設定してもクルークルっていうね、GPS 測位のやつなんでそんなね正確ではないんですけど、一応まあ誤差 5キロ、ぐらいに設定してね今使ってるんですけどもね、体感的にはそんなにずれてないと思うんですけども、まあ、一応そういうね目安で買ったのもあるんでまだ困ってはいないんですけどね、困ってはいないんですけども、もう来年にはねちょっとね、また車預けてねちょっと修理してもらおうかなと思っております。またその時にですね、スピードメーター以外にもちょっと気になるところが何件かあるんで、まあ、ついでに預けたついでに、やってもらう予定ではありますけどね、まあ、ちゃんとこうカーズナビアンさん長くカプチーノを楽しめるようにですね整備とかした状態でですね、店頭には並んであるんですけども、こう走ってますとどうしてもやはりね中古車結論だったら中古車ということでね、不具合の方が、必ず、出るということでね、これね、カプチーノいいなと興味あるななんてね思ってねいらっしゃる方はね、もう本当故障はつきものと思って買った方がいいです。はい、本当そうですよ。カプチーノ買う値段だけお金貯めても多分ダメですね。先のちゃんとその何かあった時にも対応できるように修理代もプラスで用意しておいた方が絶対にいいです。まあパーツだけ買ってねご自分でねいろんなとこ直せるよって人だったら別にねいいんですけどもね、大概の方はそうじゃないと思うんでね、そうですよ、余力分は残した方が絶対いいですね。結局買ったはいいけどね修理でまた何十万もかかるっていう状態になりかねない車両なんでね、これ多分カプチーノだけじゃないと思うんですよね。もうこの年代の車いいなと思って買う人はまあ重々分かって買ってるとは思うんですけども、あとはもう神経質な方はもう絶対やめた方がいいです。ちょっと覚えますよ。おっと、もうぼちぼち動画の方終わりになるってことでね、ではでは今日またこんな感じではございましたけども、ご視聴いただき誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。高蔵でございます。では失礼します。